また会いましたね。ちゃんまつ .com です。切り通しレールを入手しました。ファステック 360S 立体交差レールセットや、京成スカイライナー空港アクセスセットに付属していた上景部品ですね。レイアウトにはなかなか使いにくそうですが、今回は、切り通しレールを使って、レイアウトを考えていきたいと思います。では、行きまーす。まずは、切り通し本来の使い方で、伏線のレイアウトを作ってみます。真ん中に都会の駅を置いたり、地下レールでトンネルにしたりすると、いい感じのレイアウトになります。3つの車両を同時に運転できるレイアウトもすぐできます。次に、2段重ねてみたのですが、下の線路が見えにくいので、地下レールを用意し、上下線で高低差のあるレイアウトを作ってみましょう。どうでしょうか？こういうところもありますね。車両を置くとこんな感じです。ひな壇のように高くできます。続いて、高架線から切り通しレールをつなげてみましょう。さらに真ん中に、地下レールをつなげ、新幹線のトンネルっぽくすることもできます。直線レールをつないで、高架トンネルを設置するのもいいかもしれません。伏線幅ではないのが少し残念ですね。最後に壁にくっつけてレールをつなげてみました。ガーター橋を使うと、ローカル線っぽくなります。地下レールの隙間が、谷のようですね。ぜひぜひレイアウトの参考にしてみてはいかがでしょうか？ご視聴ありがとうございます。またね。サビのあたりで気づいたふりしては